山頂と犬のビッキー2007年11月の姿高川山は山梨県鶴市と大月市の境にある山。標高975.7メートル。相模川水系の桂川と笹子川に挟まれた三坂山地の東端に位置する。山梨百名山の一方で鶴市の鶴市21周法、大月市の修令富岳12系に選定されている。 山頂は360度の展望が明け、富士山、三つ峠をはじめとした近隣の山々が一望できる。山の下を、リニアモーターカーの実験線のトンネルが貫通しており、吊るし川の山麓には、山梨県立リニア見学センターがある。片栗、福樹層の群生地がある。駅から直接登山できること、標高の割には、 変化に富むこと、展望が良いことがあって登山者が多い。JR 中央本線初狩駅、富士急行線加瀬駅、田野草駅方面より登山道がある。いずれも上り徒歩2時間程度。JR 中央本線大月駅付近から尾根筋をたどり、山頂に至るコースもある。2001年頃より山頂に一匹のメスの野犬が住み着いている。首輪をつけているので、 もともと人間に飼われていた犬が何らかの事情で半野生化したと思われる。犬を引き取りたいという者も,もいたので保健所が捕獲を試みたこともあるが失敗している。おとなしい犬なので人に危害を加えるようなことはなく、登山者からはビッキーという名で親しまれ、富士テレビ系列のテレビ番組目覚ましテレビ内の今日のワンコのコーナーで取り上げられたこともある。 2010年10月6日、山頂下の岩の上で亡くなっているのを登山者が発見し、大月市役所に連絡。麓の墓地の一角に埋葬された。ありがとうございます。